師走の化父の夕日の下地の大払いに払えつ者置き蔵に起きて払え清むれことせおりつ姫の神早きつ姫の神いぶきど主の神早さすら姫の神愛うずないたまい海川に持ち入れて根の国そこの国に息吹放ちさすらい失い天閣失い天は神塚さはじめ里里家家の男お皆に至るまで皮膚より始めて罪という罪トガという戸川あらじとイハロウレコトモロモロキコシメセポンノル。
左と自払いをいたしまして、その後大きく息を吸い込んで体の中の罪や汚れを吐き出すように、この竹の五辺に息を吹きつけてください。どうぞ。次に鉄線、ただいまは恒例の師走の大祓い式をご神前にて慎んでご奉仕させていただきました。皆様方にはこの1年間神社の御事経営につきまして何かとご理解ご協力を賜りまして、また本日は寒い中ご参列をいただきましたこと、まずもって厚く感謝を申し上げます。その大祓いと年に2回取り行っております、全国の神社で同時刻に取り行われる伝統儀礼でございます。で、神道では人間を参るときには神様の分け御霊御分霊を分けいただいてこのように生を受けるとされております。清く明るく直く正しい誠の心を持ってこのように生を受けるとされておりますが、日を追い年を重ねるごとに知らず知らず身に帯びてしまった汚れ、あるいは知りつつも犯してしまった罪、そういったものが積み重なってまいります。そこで古代の人たちは1年を2回に分けて半年ごとに祓いの神様のお力によって元の清く明るく直く正しい誠の心に立ち返るということを目的に半年ごとにこの大祓いが執り行われているわけでございます。で、当社ではこの罪や汚れを負わせるものとして竹の御幣を使用しております。でこの竹の御幣を海に流してこの大海原にまします瀬織津姫、早秋津姫、早さすら姫、そして雪野寿司と、この湯柱の神様のお力で、元の清く明るく直く正しい心に立ち返ると清めていただくということで海に流す習わしとなっております。で今日はこのお祓いで神事という形で外からお祓いをいたしました。でお祓いを完成させるにはまたご自宅にお帰りになられてから
この半年何か思い当たるところ等々ございましたら、自らを顧みていただいて、反省という形で内からのお祓いを執り行っていただいて、外と内から両方のお祓いを執り行って、このお祓いを完成をさせていただければというふうに思います。皆様方、この1年本当にお世話になりました。皆様方にとりまして、令和2年が良いお年になることをご記念申し上げて、ご挨拶させていただきます。本日はお寒い中、ようこそご参列くださいました。